那覇市歴史博物館に収蔵されている国宝の玉冠は琉球国王が即位儀礼である殺法や重要な儀式で着用していたもので戦前までは複数あったとされますが戦争で焼失し現存するのはこの1点のみとなっています制作されたのは18世紀から19世紀ごろとされ 金、銀、水晶、サンゴなどの玉288個が留めつけられているほか金のかんざしには王の権威を表す龍が精密に刻まれています会場には玉冠とともに着用していた装束で中国の皇帝から琉球国王の証しとして贈られた琉衣装も展示されています琉球王国の,あの素晴らしい文化を伝える大切な宝物です。 直に足を運んでいただいて歴史の重みというものを感じ取っていただければと思います国宝玉館の特別展示は来月13日まで那覇市歴史博物館で行われます